はい、じゃあえっと、オープンキャンパス初日の講演会の一つ始めます。えー「えっ、ー、と、宇宙のダークマター」というお話をします。 私はあの理学系研究科理学部物理学科の吉田です。これはあの夜空なんですけども、普段我々が見れるような夜空ではありません。あの大きな望遠鏡、例えばこの場合ハッブル宇宙望遠鏡を作ると、こういう銀河の姿が見えます。で、色とりどりで、あの形もいっぱいあって、これ全部この一個一個の銀河に星がまあ数百億個から数千億個詰まってます。で、このあのこれ実は空の本当に狭い領域なんですけども。 その中にえっと数千個ぐらいの銀河の写真が写ってます。で、こういうのは比較的我々から近い、あの近くにある銀河です。近くといっても光の速さで100億年とかかかる。その100億光年とか何百億光年とかで,すで、こういうものすごく小さなものはもっと遠くてですね。あの、宇宙のほとんど果てにあるような銀河ですね。で、こういう絵をなんか私なんかこう。あのこういうのあの研究しているので。 あのまあ、もちろん宇宙の画像が好きで見るとあただただきれいだなと思うんですけども実はこうやって目で見たりしてるのはですね大いい体のこれ光り輝いてるのは実はもう5%もありませんほんのわずかな割合が光っててこういう美しい姿を見せていると。 でこういうところのこの黒,黒いところはこれは多分真空になってて何もないんだろうなと思うかもしれませんが今日今からの話でいや実はここにはものがぎっしり詰まっていて多分本当はこんな風にあのダーークマタとと呼ばれるるが詰まっているという話をしたいいと思います、はい今日のお話ですけども最初に簡単に宇宙にあるものの紹介をしてで、えっと、その宇宙って一体どういうものでこう構成されているのかということをお話します。 で今日のメインテーマのダークマターの話をしてで、最後にそのダークマターの正体を明かすためにはどうすればいいかというえまああの最先端の研究の話をします。はい、宇宙の天体を紹介します。多分皆さんの高校生とかだと一番馴染みが深いのはこれ太陽の写真です。星々ですね。恒星自分で光が輝いている。えっ、ー、とそれさえも多分皆さんからすると太陽ってめちゃめちゃ大きいと思っているかもしれませんが。 宇宙のの中でではすすごく小さなものですで太陽みたいな星が集まって星の集団星団をつかっ作ってで星とか星団が集まって銀河というのを構成してこの中に星がまあ何,いくの、ね、何百億個ってでこういう銀河がまた集まって銀河の群れ銀河群というのを作ってでこういうのがまた集まって銀河の集団銀河なんでどん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 こういう何うて言うんですか入れ子状というかものがすごく集まっていろんな構造物を作ってます。 でそのそれぞれの差し渡しのサイズが光の速さで100年とか100万年とか一応この,この端から端まで大体いい光の速さで1億年ぐらいかかりますで、えっと、大きなものです。これ同じくハッブル宇宙望遠鏡の写真ですけれども銀河団アーベルなんやらっていう、まあ、ちょっと特別な天体です。でこれ見てわかる光ってる部分が銀河星々がたくさんあるところでこうああ大きな銀河があってこうなんか、 双子というか兄弟みたいな隣同士にこうあるんだなっていうのがわかると思います。でもう一個なんかわかることがあると思います。銀河って普通こう,いうなんか楕円形したりちょっと丸くなったりするんですけども、これこう傷みたいなやつ。これも銀河の姿です。銀河の姿なんですが、実はですね、これはそのほ本当にそういう銀がこう薄細長く伸びているわけじゃなくて、たまただそう見えるだけなんですね。これはえっと今。 えっと、眼鏡をかけている方も皆さん虫眼鏡ってやったことあると思いますけども宇宙の中にこういう巨大な虫眼鏡があってそのために遠くのの銀河の姿があのこうやっててへしゃげて見えるんですでなんでそういうことが起こるかというとここに書いてあるんですね大量の物質すなわちここの銀河団にダークマターと呼ばれる謎の物質があるからこんなふうに見えるんです。はい、でもっと大きなスケール長さスケールで見るとこれ地球我々ここにいて。 宇宙の中でこう,銀河がどう分布していここれています宇宙の中でこう大都会ですね銀河がたくさんあるところと割とこうえ郊外というか田舎というかあの銀河がほとんどないようなところあのこれはあのただ観測されてないわけですここは。で同じようなところはこう南天と北天で南側北側で同じようにこういう大きな構造物がありますというわけです。ちなみにこれはあの アメリカのニューメキシコ州にあるこういうこと専門の望遠鏡ですね、まあ、宇宙の地図作りですねそうするとこの例えば我々の地球、まあ、天の川銀河なんか割と宇宙の中の平均的なところにいると、まあ、いこんな密集したところにいるわけじゃないということが分かってくるわけです。はい えーとそれでえっとこのこういうまあ大きなものですねこの差し渡し大体光の速さで3億年ぐらいかかりますのでそんなに大きなものがどうやってできたのかっていうのがあのまあ20世紀の最後の方からここまでの,あの現代宇宙論の大きな話題でしたで,そこで中心的な役割を果たすすのがダーークマターで,すでちょっと見てほしいんですけども今からお見せするムービーは同じように左側あの銀河。 の分布を表します。ちょっと三次元的に今から表します。で右側も同じく銀河の分布なんですけども、あの左側が本物の宇宙なんですけども、右側はあのコンピューターシミュレーションといって私がやるような今のその宇宙論とか物理学で知っていることを全部こうあのコンピューターに取り込むとどんな宇宙ができるんだろうかっていうのを表したものです。でそのムービー流します。こんな感じです。こずっとこうズームアウトしていきます。 色がついているのは銀河にも色があるからですね。でまあ、銀河がたくさんあるんですがこれなんか蜂の巣構造みたいになっていてさっき言ったう大,大都会のところと郊外みたいなところがあって、まあ、こんなふうになってですね。 皆さん多分見分けがつかないと思いますけどもこっち側が本物の宇宙の,その構造物ハチノス構造で、ね、こっち側がのコンピューターで作ったそのあの構造物ということで今ですねこういうの我々の宇宙がどんなふうに成り立ってるのかとかあのどういうふうにものが分布しているのか、ね、結構よく分かってきましたでこういうコンピューターシミュレーションでも再現することができます、はい、ちょっとだけ難ししい話します。 でそれはあの、えっと、あのいわゆる種と仕掛けというのがあって種とで仕掛けの方は重力です物が集まっていくのを重力で集めていきます。種の方はこれこれはあのマイクロ波で見るあの宇宙が生まれたての頃の姿で、ね、んでこんな楕円になってるかっていうとあの前提をずっと電波で見るからでそれは地図みたいにするからでそうすると生まれたての宇宙にこういうなんかちょっと模様みたいな、まあ、ノイズみたいなものが載っていてでどうやらこれを種として ずっともててここうというここまてんな,なんかこれあの色をつけているのですごくパターンがあるように見えるかもしれませんがあの本当はもうほとんどこれ均一で何の差もないようなところでさざ波が立っているような状態からちゃんとこういう銀河とかもっと大きな銀河団とかそういうのがでてきてきたわけですね。はい、でそれを起こすためにはまあダークマーターが必要だったというわけです。 ダークマドはどれぐらいあるかというと今こう宇宙の広い領域をが,こうがっぽり持ってきてそれ全体100としますまあざっくり重さと思ってくださいこうなんかいろんなもこう広い領域を取ってきてその中の重さで測ったらどれぐらい何が入ってますかって調べると大体それはあの宇宙全体をただただ引き伸ばします空間がどん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 広がっていく。 で残りの3分のちのほとんどはさっきから言っているダークマターっていって、まあ、あの重力を及ぼすんだけども目には見えませんであの私たち皆さん含む地球も含む普通の物質大体5%ぐらいですねで,、えっと、これでこれんでそれでそのダークマターがあるからこの構造形成って書いてます要するにあの天体銀河とかが生まれるためにもの,、まあ、あの物を集めてくれるとでそういう役割を果たしてるわけですね まあしかしそう考えると我々が普段目にするようなものっていうのは大体宇宙の中で5ぐらいですで残りの95%はまだよく分かってないということですね。はい、でこんな数字がどうやって分かるかというといろんな観測をしますえさっき言ったようにその前点を電波で観測しますそのためには衛星使いますよとかあのこう銀河のこう分布の宇宙の地図作りをやって特徴を取られていきますよとかあるいは遠くの超新星これ銀河1個の明るさで。 その中で星が爆発するとこんな明るくなるんですけどもでそういう遠くのやつを見つけて宇宙がどうやって膨張してきたかというのを調べていくとでいろんなことをまあ総合診断するわけでですね病院みたいに。でそうするとこうなんか内訳が分かってきて分分ののぐらいダダーーーーククエネルギーで3分のダークマターなそんなことまででかるわけです、はい、でそのダークマターなんですけどもなんかそんなこと言われても本当にあるかどうか分からないっていうか,そのなんかこうちょっと疑問に思うと思うので。 いくつか観測的な事実があります。で、例えばあの銀河が思ったより早く回っているとか、あのこの後あの一つ一つちょっとずつ説明していきます。その銀河団、銀河の集団の中で銀河がなぜか猛烈に動いているとか、さっきちょっとだけお話ししたその宇宙に虫眼鏡があるとかいう話があって、であとはそのそもそもこういうものが集まってきたというのもダークマーターのおかげですよと。 でこういうのは全部この観測これたったあのなんて4例ですけどもこういう観測が他にいっぱいあってそれはもうダーークマターがないとそれでそのただあの話自体は結構古くてですね前世紀もう100年ほど前何十年前に遡りますこれはスイス人の天文学者のツビッキーという方なんですが「髪の毛座銀河団」というですねこの、まあ、たくさん銀河が集まっているところをよく見て。 でそのの銀河の速度を測ると結構まあ大変なんですけども何とか普通ビッキーさんの速度を測ると大体いい秒速 1,000km ぐらいでみんな移動してると秒速時速じゃありませんよ秒速 1,000km1 秒で 1,000km ぐらいだから、えっと、えっと青森から北九州ぐらいまでか、まあ、それぐらいまで1秒で動くようなそれぐらい速さで動いていてものすごい速さで動いてんだけど何ていうかバラバラになってないということはここにこうなんか大量の大量のものがあってこいつら出ていかないようにしてるんだということを 言い出しました。もう80年近く前ですかね。はい、もう少し本格的な話があって、それはこの女性アメリカの女性天文学者ベラルービン先生ですけども、なんでこんな地球儀に囲まれているよくわかりませんけども、<laughs> こういう写真がよく出てきます。彼女はこういう銀河がくる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 回ってます。渦巻き銀河がこの渦巻き銀河くる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 回る速度を測りました。電波望遠鏡とかいろんなの使って。そうすると。 その中心からの距離として回転速度がどうなるかっていうと発見しましまたであの太陽系の動きしている人はよくわかると思いますあのあの海洋星とか遠くのやつほどゆっくり動いててこんな感じで,であの地球とか水星は割とくる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 回ってますよっていうものになるはずなんですが銀河はそんなふうになってなくて大体いい中心付近からだいぶ外側に行ってもこれあの、えー、となんか変な単位で書いてますけどまあ 光の速さで何十万年かかる距離まで行ってもほとんど同じ 150km 毎秒ぐらいで回転しているとちょっと変な動きをしているということが分かりました。でそれを説明するためにはやっぱりですねこ,ののかなこんなことになっていてこれ普通に観測する銀河です例えば我々の天の川銀河。でそれのもう何十倍もの大きなこうですねあの器ダークマーターの塊それがあるとさっきみたいなこう。 あのう、くる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 回る速度がほぼ一定でいられるということがわかります、ね。こういうのはあの、あのあのハローって言います。まあ、日本語で言うと、あの傘とか、なんか、そういう感じです、ねそのこう取り。取り囲むものってやつですね。こういうものが、まあ、それぞれの銀河にあるに違いないと。いうことが分かってきました。これが、まあ、千九百七十年代ですね。はい、で、もう一つ、最近の、あの結果ですけれども。これは、とある銀河団を X 線で観測したものです。 大体エック線ってこう宇宙の中にある熱いガスから放出されます。でこれがこの赤くなんかこう,こう,なんていう。サンドイッチみたいになっている、るこれがあのエ線によるガスの写真ですね。でこれはあのアメリカのチャンドラ X 線望遠鏡というので映し出しました。でどうなっているかというとですね。えっ、ー、とこのこのこういうのは銀河です。その近くにある銀河。でこの銀河団を構成しているそれぞれのメンバー銀河です。で。 この厚いガスはあの X 線で見ましたとでダークマターの方はあの重力レンズ効果といってですねちょっと難しい方法なんですがあのごめんなさい、えー、とこの,この、まあ、銀,こういう銀河がたくさん集まっているところを取り囲むさっきのとうにダークマターの量を測るとこんな部分に分布していると。でなぜかガスの分布とダークマターの分布がこう別々になっているという不思議なことがあります。 でこれはあのちゃんと説明があって大体もともとそれぞれ穏やかなあの銀河弾、まあ、ガスもダークマターも含まれるようなものが秒速4,500キロぐらいで衝突してくださいとめっちゃ大変ですけども、まあ、か衝突するとそうすると最初バーンとぶつかってぶつかるはいいんですけどもそのうち突き抜けていった時にこうガスの方はこう圧縮されるわけですね。こんな勢いでぶつけられるのでガスも だからまあそのなのんかの方は。ただダークマーターの方は何か知らん顔していってこう突き抜けていってしまうとそうするとこんなふうにさっき写真で見たみたいにこうガスの分布とダークマーターの分布が分かれてますよだからこの青のダークマーターっていうのはう普通の物質とは全然違う性質を持ってるもんだということがまあ分かるわけですね。 なので、この観測から分かることは、あの、今まで私が話したみたいに、ダークマターってたくさんあるのは結構なんですけども。それだけじゃなくて、なんかお互いすり抜けるですね、こう、お化けみたいな存在だということが。分かってきたわけです。まあ、こんな、あの、しょうもないアニメつけなくてもよかったんですね。こう、お化けが動くと。まあ、こういう、ただ、そういうわけです。はい。で、最後ですけども、だから、今、えっと、説明した銀河の回転が早いですよとか。 銀河団の中の銀河で毎秒千キロメートル動いてますよ。とか、あったんでもう一個あって。それはですね、あの、この、そもそもこういう構造が、あの、物物ができなかったと。いうことが、すぐわかります。で、こういうのは、実際の宇宙ダークマターあるので、よくわからないんですが、あの、コンピューターシミュレーションで。ダークマターがない場合を再現すると、こんなふうになります。この中が、これ今、皆様、な、あの、滑らかなように見えていると思いますけども。 あの本当はちょっとだけこうなんかさざ波が立ってるんですねでそれが目には今見えないんですけれどもでそれが今から成長するかどうかをコンピューターシミュレーションでやりますとちょっとこれはあの我慢がいるムービーですこんな暑い中じっと待ってなきゃいけないというそうすると多分今三億三億年ぐらい経ってまあ十億年ぐらい経ってで,ですね。 今が20億年ぐらいでポツポツと星みたいに生まれてくるとで左が何も起こらないですねこう設定とか同じにしてあるのであのこんなことになるわけなんですもう一回こんなペース話で話してていいなまあ大丈夫ですねはいえこれちょっとそうすると 見て分かる向こう側は物が集まってきて明るい部分って物の密度が高い部分ですダークマターがたくさん集まっているところそうすると星とか銀河とか生まれるんですけどもあのこっちだと何も生まれないとまあそういうわけであの今日8月1日ですけどもせっかくですからまあ,あ,のあどこ行った はい、今日あのこれから毎年8月にダークマター記念日というのを覚えといてください。あのそれであのかこれがなかったら何もできなかったんだなというのを、まあ、あの感謝してください。はい、でじゃあその正体ですけどもどういうのがあるかいろいろ考えられてます。例えばあのニュートリノって聞いたことあると思いますそれからあの光らない天体ですねいわゆるこういう。なんか小さな、まあ、惑星みたいなやつとかあの、まあ、ちょっと光ってるんだけど暗いやつとか。 それから全然我々の知らないようなこう微視的なつぶつぶ素粒子とか小さめのブラックホールいろいろ考えられてます。で、えー、と一番分かりやすいというかなじみ深いのはこの我らが梶田先生があの3年前ですかねノーベル物理学賞を受賞されてその時のまあご業績が梶田先生らはあのそのニュートリノに質量があると。だからニュートリノっ割と結構抜けていきますからさっき私が話したみたいにこうダークマターみたいにこう幽霊のように抜けていくものの候補としては すすごくいいんですけどもあのしかも割合で言うと今はすごくその宇宙全体の割合で言うと少ないんですけどもあの昔そうですね宇宙が生まれてから何千万年とか生まれたての頃だと,、えー、とこの割合がダークマターが6割ぐらいで普通のこの我々の元素っていうのは10%ぐらいで光満ち満ちた光が15%ぐらいでだから 昔だとニュートリノはこれらと同じぐらいあったわけですねあったというのは割合として。で重要なんですが実は同じくじゃあニュートリノみたいにすごい軽くてビュンビュン飛ぶようなものであの宇宙をこう満たしてしまうとどうなるかというとその分布がこういう滑らかになります。 こういうところできるんですけどもあのなんか今まで見てきたようなこう複雑なななな模様みたいいいのが全然見えないというわけですこんな感じで実際の宇宙これちょっと古い例ですけども実際の宇宙の中に銀河はこういうふうに何ていうかあちこちにあってこういう複雑なパターンを作ってますからどうもニュートリノもちゃんと質量はあるんだけども今まで話してきたようなダークマターの候補ではないということが今では考えられています。だから他の候補を探さなきゃいけない ももうう個面白い候補があります。す。全然ニュートとは違うものですこれは浮遊惑星といって、まあ、木星と同じかちょっと大きいぐらいのようなやつで名前からちょっと想像できるみたいに普通惑星ってこう太陽の周りを回ってるとかあるいはその他の,あの恒星の周りを回ってるもんなんですがこの浮遊惑星はどの星の周りも回ってふら,ふら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 してるんですよ「浮遊」っていうのあの,あの野良猫の野良みたいなやつですね。 で、で、特になか何、なこれ、あの、想像図です。これ、見たわけではありません。想像図ですけれども。あの、こういうものが、あの、天の川銀河の中にもたくさんあると。で、たくさんどころか、なんと。天の川銀河の中に数千億個ほどあって、実は恒星の数よりも、こういう浮遊惑星の方が多いと。いうことが分かってきました。これ、ちょっと、むずけ、みず、あの。どうやって見つけるか難しいんですけども。あの、直接、こう、あの、画像を得るわけじゃなくて。 こういう野良惑星がなんか星の前をこう。横切るときにピカッとその星が光るんですね。で、その現象を捉えると、こういう大きなまあ、木星とか、それぐらいぐらいの大きなものが、まあたくさんフラ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 してます。よっていうことが分かって私の同僚の隅先生からもらってきましたが、そういうものがまあ天の川銀河の中にはたくさんあると。まあ、ただし、残念ながらあのそれをあの全部足し合わせたとしてもあの？ 一番最初に見せたようにその普通の物質が5%ぐらいでダークマターが27%そういうふうにはならないのでどうも違うとだからあるんだけどもダークマターのまあ主な候補にはならないとそうするとあとはこういう道の素粒子ですねなんかちょっとこう変なカタカナの名前ついてますけどもこれ例えばこういうことです。 えー、我々の物質というのはですねあの皆さん多分その電子とか原子核とかって聞いたことは中性子とかで,でずっと突き詰めていくとこういう十何種類まあ20種類ぐらいですかいくつかの,あの,あの素粒子に分けられますこのクオークだったりここにあの電子がいてニュートリノっていうのがいてで最近話題になったヒッグス粒子になってでこれが今我々の世界を普通に構成しているものですね。まあ、光もこのの中で一応なんていうのそのあの 基本的な要素として含めますであの今私がやってるのは研究って宇宙物理学とか宇宙論っていうんですけどもあのもう一つ素粒子物理学というのがあって、まあ、東大でもたくさん皆さんいますけどもあの素粒子物理学って面白い学問ですごい大胆な仮説を置いて今我々の世界を構成してるのがこれぐらいだとしたら倍あるんだとなんか鏡の世界みたいなのがあって倍あればこう同じように鏡の世界で まだどれも見つかってないんですけども場合にあったら1個ぐらいはダークマーターでもいいんじゃないかという、まあ、あの大胆な仮説をあのあの提唱するわけですね。まあ、それにはいろいろ理由があって例えばここに「ヒッグスリ子って書いてますけどが、えー、とこれは6年前ですかあのヨーロッパのこの加速器セルンで捕まえてここでこう。 どやーっとあの水素原子核と水素原子核を猛烈な勢いでぶち当ててですねいろんな反応が起こって、まあ、ビッグバンと同じような状態を再現してこの時の温度,に温度にすると10の16畳度とかあの,あのこの部屋の温度どころじゃないんですけどもそう聞くとちょっと涼しく聞こえるかもしれませんが、まあ、とにかくめっちゃ暑かったわけですねこれぐらい。でそのの中でこういういを作ってやると例えば あのヒッグス粒子ヒッグスボソンの痕跡が見えるこれは同僚の浅井先生からもらってきました大反応を2,000兆回ぐらいドワッと起こすとですねあのこういうたまに光がピコッと出てきてそれはヒッグス粒子というものがちゃんとあるから。 面白いのは、まあ、こういうことをたくさんやるとです、ね、さっきみたいにその鏡の世界のようなことも起こるかもしれないのであのダークマターの候補が出てくるかもしれないとこれ今もちろんこれもアップグレードしたり実験を続けていてこれからもしかしたら道のの素粒子を見つけるんじゃないいいかというのを期待されてまますす、まあ、まだ実験は継続中で,す、はい、で地下実験という方法もあります。 えと今まで話してきたのが例えば、えー、と宇宙を見ましょうと宇宙の中でのダークマターの分布を見ていろいろ考えましょうとで先ほどお話したのはこういう加速器実験あのこう原子核と原子核をぶつけていろんなことが起こるその中でもしかしたらこうダークマターとかあれの道の素粒子の現象があるかもしれないでもう一個地下実験とてありますこうなんか爆弾みたいなやつ。これはですね これは X マス実験でこれからあのもっと国際的な実験になってアップグレードされるんですけども何をするかというとこれ人がいますよね。でこれすごい光の検出器でこうなんかそう繋つないでてこの中にこうあのタンクみたいなのがあるわけですね大きな1メートルぐらいでその中に液体のキセノンを8 0 0ラムぐらい詰めます。でその液体のキセノンを詰めたこのまあ検出器のんていうの実験装置をさらにこの巨大なプールの中に沈めます。 まあ、あの静かなな環境が必要なんですねダークマーターもその飛んできていろいろ大騒ぎしてくれるわけじゃないのでそういうのを探すためにでどういうことかというとこの液体キセノをずっと埋めといて何ヶ月か待ってるとたまにこのダークマーターダークマーター君が来てなんか黒い相互作用を起こすとそうすると相互作用は反応ですねなんかこの周りの気セなんか変なことするかもしれないそうそこから光が出てこの光の検出器で捉えると。 いうことが期待されているわけです。で、これはあの、あの神岡で有名な岐阜県。まあ、ほとんど富山県に近いですね。岐阜県の神岡鉱山の中ね、そのプールがあって、それに埋めて、あの、やってるんですこういう実験、今世界中でやってます。こんな感じで、アメリカもやってますよ。ヨーロッパもやってますよ。中国もやってますよ。残念ながら、今、この、これまでの実験では。この、この曲線、何かというと、あの、ここまでの範囲は実験的に見つかりませんでしたっていう範囲です。 でそれダークマターのつぶつぶがこれぐらいの重さだったら、えっと、そのダークマターとキセノンがぶつかる確率これぐらいですよちょっと難しい図ですけどもとにかくここでお見せしたいのは一生懸命やってるんですけどもなかなか見つからずまたこのこの国際競争がとても激しいということを表しているわけですね。はい、でこのパンダってこの可愛らしいなこれ中国の実験ですけど全然あの可愛らしくも何ともなくてですねこんなんかロケットみたいなの何がどうなってか分かりませんけども。あの こうものすごい検閲機とそ,のそれをつなぐケーブルなんかがあってですね、えー、これをパンダ X と呼ぶんですけどもあのあの上野のパンダとはえらい違いですねこれははいこういうことが行われてますはい最後に、あのーえっと、もう少し天文的な話に戻りたいと思いますで一番最初に話した虫眼鏡の話ですでダークマターが宇宙にあるとこれあのちょっとなんか変な色してますけどダークマターだと思ってください、えー、っと光の経路も曲げてしまいます本当は光ってこうってますぐ進みたいのに ダークマタがあるおかげで、あのその周りの空間を歪めてしまって、光がまっすぐ進めません。えっと正確に言うと、光は本当はいつもまっすぐ進むんですけども、あのこういうのもあの、空間が曲がってると光も曲がっちゃうってるううに見えるんですね。で、こういうことが起こって、さっきあの最初に説明したようにこう曲がってきた光がこんなふうにぐにゅんってなって、ああそうするとこのこの周りには大量のものがあったんだということがわかるわけです。 でこれは難しいからやめます。こうこういうとこ見ると同じような感じですけども、こう銀河がへしゃげた姿がたくさん見えますよ。で、このへしゃげ方を解析することで、あの,そのダークマーターがどれぐらいあるかっていうのがわかるわけです。はい。で、これ今ちょっと二次元的なあのちょっとすみません難しい話ですこれ。本当のあの我々のこう学会とかで使うようなスライドですけれども、まああのこう,いう二次元的な写真から ダークマターがどこにあるかっていうのができますしすごい賢い方法があってですね、えー、とトモグラフィーっていうのは皆さん多分あの,この <coughs> たまにあの多分怪我した時とかちょっと,ちょっとこう大変な時に病院に行ってやるかもしれませんが3次元的なマップも作ることができるわけですね。でこれはですねあの日本のすばる望遠鏡を使ってあのそこにおわせ増しますあの大栗先生がですね一生懸命解析して銀河をなんかあの100万個だかなんだか解析して やると宇宙の中でこれあの空,見て空の領域見てるんですねでこれ奥行きってどれぐらい遠くかで,でその中にダークマタートの塊はこんなふうにありますよっていうのはもちろんあのこの辺に銀河もたくさんいるんですけどもその銀河の分布を表してるわけじゃなくてそれすごい賢い方法でダークマターあぶり出してくるとこういう,なん,かこうなんかこう形の悪いソーセージのような,なんかうにょうにょうにょってしたのがまみこれもまあ,あの差し渡しでいうともう何十億光年光の速さでもう何十億年もかかるような。 領域のこういう分布も最近では出てきましたとはいじゃあえっ、ー、と最後に同じような話でちょっとだけ時間もないので飛ばしながらいきますが最後にじゃあ,あのその割合で言った宇宙を100としたときに大体27%ぐらいダークマターでしたというその割合のうちどれぐらいがどこにあるのか、まあ、大体さっきみたいに予想するのは。 こう,うなんかこう固まって存在するんだろうなと思うかもしれませんが、じゃあこのなんかこの辺には何もないんですかという、まあ、そういう話をしたいと思います。よいしょ、汗も出てきますしね。で、同じく虫眼鏡原理を使います。こういう遠くにあの星でも銀河でもあ、こんな宇宙はありませんけれども、たまたまこう並んでたと思ってください。で、その真ん中に銀河とダークマターがあったら、何が起こるかというと、あの空間が歪められるので、この並び方がぐにゅンってなって見ます。 それからこういうところ虫眼鏡のせいでこの,この明るく見えます。でこういう効果をちゃんと使うとこの銀河の周りにダークマターがどれぐらい分布してるんですかっていうのがまああの虫メガネの厚さを測るみたいなものですね。できてこれ観測結果です。でこれはあのスローンデジタルスカイサーベイというのでやったえっ、ー、といくつでしたっけ？ちょっと数書いてませんけどもまああありません八万五千個 8万5千個のこういう明るい天体のペアを使うとこういうふうにこれ観測例です銀河の中心があってそこからの距離が100万光年1,000万光年ってこうずっとダークマーターがずっと何ていうんですかねなだらかにずっと山みたいに連なってますよというデータが出てきているわけです。で,ですので何て言うんですかねここにこうこうボールみたいなんがあるわけじゃなくてちゃんとこう中心にはものすごい大量にあってそれがだん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 こうなだらかにつながっているという。 そういうい分布があるっていうのがあのこういう観測からひどくわかるわけですね。でそれどれぐらいまで続いているかって1億光年ぐらい先まで行ってもまだ続いてこれあの値ゼロじゃありませんのでちゃんと値が続いていてあの伸びてますよでどういう病像かというとまあ最初の絵とこんな同じぐらいでこういうあの密度がすごい高いところからこうこれだとこう複雑に見えますけども一個一個はこう。 山みたいになっていて、それがちゃんとつながってるんだということが分かってきました。最後の絵はえっとこんな感じです。これどっかのな綺麗な,な山の写真ですけれども、我々が銀河として見てるのはこういうこうあの山の頂上のちょっとしたところで、でそのあの周りにこうダークマーターが広がっていて、これこれ普山ですけどねこれ。でその山のそのそれがずっと海抜ゼロまで行くわけじゃなくて、途中に行くところでまたこう隣の山々までつながっていて。 結局こういう黒いところでもダークマーターが全くないというのがなくてちゃんとこうなんか一定のものが詰まっているとですから宇宙の中でも銀河はこうやってまだらにあるんですけどもこういうところにダークマーターのレベルで見るともう宇宙の空間ぎっしり詰まってますということが観測から分かってきました。じゃああままとめますとですねとめす。今まで説明してて、きたのののが、が宇宙の観測かかいろんなヒントがあっ銀銀河河回転とか銀河団とか ダーークマーターというのがある分かってきましたでその正体を明かすために、まあ、例えばニュートリノだったらどうなんだろうなとかあるいは惑星を探そうとかですねはたまた地上の実験でこういうまあ巨大な加速器を使ってビッグバンの時代を再現しようとかでそれからまあ宇宙から飛んでくるダークマーターを直接捉えようと、まあ、いろんな形で研究は進んでます。 残念ながらまだあの今日現在ダークマーターの正体分かってないんですけどもあの世界各地であのいろんなさまざまな実験進んでますのであの割と楽観的に近々ダークマーターの将来があー正体があの解明されるんじゃないかと思っています。ははい、いじゃああお話は以上です。どううもありがとうございました。 はいじゃあ質問タイムです。えっ、ー、と、5分ぐらいあります。質問。はい、いい質問ですね。なんか、めちゃめちゃいい質問ですね。一瞬、今日は学会に来たのかと思いましたが、えっ、ー、とですね、えっ、ー、と、これで見えてるのは、実は、まあ、ほとんどダークマーターの分布なんです。ちょっと難しいこと言います。これは、測るときは電波の強度を測ってます。なんだけども、 電波の強度が強い弱いがあるのはここにあのダークマーターによる重力ポテンシャルがどれぐらいあるか塊がどれぐらいあるかを見てるんです。だからちょっとこの理由まではまだすあのそんなにすっきりとは解明されてないんですけども、宇宙の始まりの頃にすでにこうしわしわとかさざ波みたいなのがあって、それ基本的にダークマーターのあの密度が平均から例えば十万分の一違うとかこっちが十万分の一大きくてこっちが十万分の一低くて。 でこの差がだん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 こうあの重力で進化してこうなったっていうのが現在のストーリーですからもともとあったんですね実はそういうあの、まあ、種にあたるものが、はい、そういうことです、はい、じゃあ終わりましょうかはい皆さんお疲れ様です暑い中はいお疲れ様です